春名湖は群馬県西部にある湖。春名山のカルデラ内に生じた河口原湖で、水系としては利根川に属する。周囲は約 4.8km、面積は約1.2平方 km、最深部は約 12m から 15m。万葉集の時代から上野国を象徴する課題、イカホの沼として知られる。春菜神社ともに江戸時代以降は、 関東地方を中心とする甘い振興、春名港の目的地となった。明治以降は近接する伊香保温泉に集まった文化人によって文芸作品に描かれた。大正時代からは本格的な観光開発が始まり、年間百数十万人の観光客を集め、一年を通じて群馬県を代表する観光地の一つとなっている。群馬県にある赤城山、春菜山、 妙義山はいずれも火山で高下三山と呼ばれて県のシンボルになっている。中でも高崎市、前橋市、渋川市や利根川を挟んで東西に対照的に位置する赤木山と春名山は同時期に活発な火山活動を行って清掃火山へと成長し、広大の噴火でその頂部を失いカルデラを形成した。それぞれ山頂部のカルデラ内に故障を有し、 赤木山に大沼や里島園、春名山には春名湖がある。湖水は北側の河口瀬から沼岡川として流れ出てあずま川に注ぎ、さらに利根川へと合流する。湖水は一部で農業用水として利用されている。湖は標高1084メートルにあり、厳冬期には湖面全体が氷結する。春菜山は約50万年前から、 同じ場所で噴火を重ねており、山頂のカルデラは馬帝型に連なる多重の外輪山に囲まれている。約22万年前の爆発で直径3キロメートルほどのカルデラが生じ、そこに春名湖の原型ができた。4万年ほど前にカルデラ内で再び噴火があり、東西 4km、南北2キロメートルほどのカルデラを作った。これが 現在の春名湖の周囲を囲む外林山で、当時はその内側がすべて湖だったと考えられている。その後も、このカルデラ内で何度か噴火があり、春名富士などが生じた。カルデラ内の湖の一部が火山噴出物で埋め立てられ、今の春名湖の姿になった。奈良時代には、万葉集にも、イカホの沼として読まれるようになり、上野国を代表する形物として、 との家人たちにも知られていた。中世から信仰の対象となり、江戸時代以降は雨乞いに、霊源新たかな地として、関東一円の農民を集めるようになった。これを、春名湖といい、春名湖の南にある、春名神社にもお出て、潜水を竹筒に入れて持ち帰り、田畑に巻くと、雨が降るとされていた。この信仰の乱称として、戦国時代の関東の武将の妻が、 廃止した夫の後を追って、春名湖に受水し、竜人となって、農民の願いを聞くようになったと伝えられている。明治時代になると、春名湖の北隣にある、伊香保温泉に、文化人が集まるようになり、竹久夢二、与謝野秋子、高浜巨志らによって、春名湖は、文学、絵画、音楽に描かれるようになった。大正時代には、群馬県内で、 最初の自然公園に指定され、観光客が急増した。高度成長期には1日3万人の行楽客が押し寄せたといい、夏は水上スポーツやボート遊び、冬はスケートや氷上での若さぎ釣りなどが行われる観光地となった。湖畔には土産物屋が並び、対岸には温泉が掘られ、湖畔の春名富士や沼の原には、 キャンプ場やスキー場が作られ、ロープウェイも建設された。近年は、古城の花火大会や、イルミネーションイベントも催されている。春名山のカルデラにできた加工原湖。春名湖周辺地図湖面の標高1084メートル。ただし、取水によって、水面の高さは2メートルほどの季節変動がある。南北方向の長径は、約1.3キロメートル。東西方向の短径は、 1> 約1キロメートル、周囲4 8キロメートル。面積は約1.24平方キロメートル。淡水量はおおよそ1220万立方メートル。形状は、曲がたま形、東側がくびれた、標端形内し、楕円型に近似している。固定は、湖岸付近では急斜面になっているが、水深10メートル付近からはなだらかで、固定平原になっている。 最大震度は14メートルないし12.6メートル。固定には、軽装類の死骸が堆積し、軽装ムクロドロとなっている。水温は、夏場の湖面近くは22度から25度、固定付近で10度ほど。春と秋は、水温は一様である。冬になると1月から3月にかけて湖面が凍結し、氷圧は0.4メートルに達する。透明度は、 観光客の増加に伴って低下が進んでおり、春季で4.2メートル、秋季には1.9メートル。春名湖の水は湖の北東の河口瀬から沼尾川として流出している。沼尾川は東川に合流し、さらにトネ川を経て太平洋に注ぐ。河川法上は一級水系トネ川の三次支線と位置づけられている。これとは別に、 人工的に改作された水路とトンネルを通じて、カラス川の支流春名川や長野関へ導水する設備があり、灌えに必要な時期には、湖の南に設けられた水門を開いて取水が行われている。春名山は狭い範囲で噴火を繰り返してきた与え式の火山で、山体の底部は直径 28km22km の広がりを持つ。そのカルデラは、 同心円状に三重になっていて、東側を描いた馬蹄型としている。春名山の多重カルデラ。相馬山、水沢山、につたは、カルデラ形成後に噴火したもの。最初の噴火はおよそ50万年前に遡り、柏崎千葉構造線の一部をなす断層で、赤城山と同時に噴火した。これは25万年ほどをかけて、 標高2500メートルの清掃火山に成長した。これが22万5000年前に大噴火を起こして、山体上部のおよそ半分が吹き飛び、直径4.5キロメートルほどになるカルデラが形成された。そのカルデラ内部に22万年前から標高1800メートルほどの新たな清掃火山ができ、やがて噴火して、直径3から3.5キロメートルのカルデラを作った。 その後の火山活動は収束し、16万年ほどの間、カルデラは湖になっていたと考えられている。4万2000年前からこのカルデラ内での火山活動が再び活発化して、標高1700メートルに達する溶岩ドームを作り、大爆発を起こしてカルデラを作った。この時のカルデラは、東西約4キロメートル南北。 約2キロメートルの規模で、おおむね現在の春名湖の外林山に相当する。当時は、このカルデラ全体に、水がたえられて、巨大な湖になっていた。3万千年前になると、このカルデラ湖の中央部で新たな火山活動があり、溶岩ドームが形成された。これが、現在の春名富士である。また、蛇が竹も同時に形成されているが、蛇が竹が、 中央加工級であるか加工園であるかは、説が分かれている。当時、春な富士や蛇が、竹は巨大な、春な湖の湖中島になっていた。その後カルデラの内外で、約2万年前に、相馬山、約1万年前に、水沢山、古墳時代に日竹の噴火があった。これらの火山噴出物によって、カルデラ内部の春な湖が埋め立てられてゆき、現在の姿になった。 現在の春名湖の南東側の湖岸には沼の原と呼ばれる湿地帯が広がっており、これは春名湖が埋め立てられた際の名残と考えられている。室町時代に成立したとみられる新東州には赤木山と春名山の湖をめぐる伝説が収録されている。これによると上野国へ入るされた河野辺家成という苦行に三人の美しい娘がおり、淵のびめ、 赤木姫、イカホ姫と言った。ところが、娘たちのママ母が彼女らの命を狙う。淵名姫は、トネ川に沈められて殺され、逃げた赤木姫は、赤木山の沼に住む竜人によって、赤木大名人となった。末妹のイカホ姫は、イカホに逃れ、後に、上野国の国士と結婚した。その後、公認の国士が、伊香ホ姫に横連母し、姫の夫を殺してしまう。 イカホ姫が、夫の後を追って、春名湖に受水すると、姫は、沼の竜人によって、イカホ大名人とされたが生前に混流した、水沢寺に弔われたとされている。このほか次のようなエピソードも記されている。古代の春名湖は、イカホ沼と呼称されていた。万葉集に収録されているあずま歌には九首に、イカホが読まれており、 そのうち春菜子を読んだものと推定されている歌に次のようなものがある。噛み付けのイカホの沼に植え込みずきかく恋イとや種、もとめけむ、読み人知らず、万葉集イカホロに天狗もい次が、沼津九人と、小田はふいざねしめとら、読み人知らず、万葉集、平安時代の古今和歌集や、周囲和歌集などには、イカホへの和歌として、次のような作品が再録されている。 くれたけのせいせいのふることなかりせば、いかほのぬまの、いかにして思う心をのばえ、まし、身ぶただみね、ここんわかしゅういかほのやいかほのぬまの、いかにして、こいしき人をいまひとめみむ、よみびと知らず、しゅういわかしゅうかくれなくあわずなりなわ、みちのくのいかほのぬまのわれいかにせん、よみびと知らず、ここんはか六条このように、平安時代にはすでに、春るなは、いかほのぬまとして、ポピュラーな題材になっていた。 しかし、奈良時代の万葉集では、春名子が描かれているのに対し、上の平安時代の三種は、共通して、春名子そのものは、具体的に読まれていない。イカホの沼は、続く、イカにしてを、同じイカという音で導くための助詞として用いられていて、修辞的技法のために利用されているだけである。平安時代の京都の歌人にとって、イカホノ沼はよく知られたものではあったが、 遠く離れた東国の湖に過ぎず、深い関心はなかったものと考えられている。このほか歴史上の文学作品に登場する春名湖については文芸説を参照。室町時代中期に行恵みが表したという北国気候には布の竹という、ふもとに流水あり、これをイカ、ほの沼といへりとある。江戸時代初期の漢文年間から天の年間に、このいかほ沼や、 周辺の土地の境界をめぐって、春名神社、伊香保神社、周辺の村を治める高崎藩と沼田藩らの間で、争論が相次いだ。この争いの結果、湖は春名寺の寺寮と認定され、それから湖は春名神社みたらし沼、万行権限みたらしや春の沼と称することになった。国学者、後部義明は伊香保気候の中で、 神道の立場からこれを批判した。江戸後期の慶応3年には、春名湖周辺を含めた12の村に対して、水域周辺での漁業や飼料が禁止されている。戦学、万葉集中尺で示唆されたように、伊香保沼は古くから雨乞い祈願の信仰を集めた。14世紀の総来院の来院大僧上行上絵言葉には、来院自身が春名湖に参詣し、 湖に米を奉納したという記述があり、中世には春名湖が雨乞い信仰の地として知れ渡っていたと考えられている。江戸時代の中頃から春名湖の南山中にある春名神社に参詣して、境内の湧水を竹筒に詰めて持ち帰り、田畑に注ぐと雨に恵まれるという信仰が盛んになった。関東一円の農村では春名湖と称して、 毎年村の代表者を送り込んだという。江戸時代に中川久森の妻が、伊香保温勢や春名湖をめぐって書いた、気候文、伊香ホ記では、この沼の辺にて、民とも雨恋すれば雨降るというと伝えている。口日のように、高崎市南部の木部町には、戦国時代に、当地の姫が春名湖に受水して水神になったという伝承があり、雨乞いをするには、 木部出身者が最適とされていた。このため、他地域から木部へ、春名港の代理人を依頼されることもあったという。こうした春名港は現代でも行われているという。竹筒を運ぶ者は途中で立ち止まってはならないとされており、村までは複数の運び手によって休むことなく移送される。こうした方法は一部の地域では現代でも忠実に行われているが、多くは、 自家用車で参詣するようになった。春名湖の湖畔には、お沼神社が祀られている。神社のいわれには、様々な遺伝が流布しているものの、大筋では、戦国武将の妻が、春名湖に受水して転生した竜神を祀っていると、されている。湖畔には、姫を祀るため、明日の5月5日には石藩を、春名湖に流す風習があるとされる。 姫の受水の経緯や出自については、様々な言い伝えがある。湖を見物に訪れた姫が突如理由もなく、受水してしまったという伝えと、武将の妻が夫の戦士の方に接して、身を投げたという伝えがある。この時、姫の従者も姫の後を追って受水し、カニに転生したという。これを、腰元ガニと言い、腰元ガニは、紳士として、湖水の落ち葉や藻を除き、 姫の住む春名湖の水を清めているとされる。腰元ガニは落ち葉をかき分けかを除き、姫を探しているとも言われる。江戸時代の気候文、イカホキでは、春名湖のカニは湖水を清める神聖な存在であり、湖畔を歩く際にはカニを踏んではならないと記されている。木部市の地元である木部町などでは、カニを食すると春名湖に行くことができないと、カニに対する近忌が伝わる。 姫の身分については、諸説あり、渋川氏の一族で、わらび城城主の渋川義元の妻、北の方とする説、美濃和城主、長野成政の妻、長野姫とする説、長野成政の娘で、家臣の木部氏に嫁いだ姫とする説、その木部氏の娘とする説、長者の娘だった藤波姫とする説などがある。わらび城城主の渋川義元とその妻の伝承については、 埼玉県の各地に関連する言い伝えが残されており、小沼神社の境内には、夫妻を祀るため1971年に混立された石碑がある。渋川義元は、もともとは、足利市一門だったが、戦国時代に足利系の大喜谷上杉氏と小田原北条氏との勢力争いに巻き込まれ、北条氏の軍門に降った。妻の北の方は、 春名湖に近い渋川の出身だったとされている。渋川義元は、A60 年に、下宇佐国で起きた、三船山合戦に北条方で参戦し、討ち死にした。妻はその知らせを受けて、故郷の春名湖に身を投げたという。竜天院は竜神へと、化身し、埼玉方面の甘声に霊言があると、信仰されるようになって、春名湖の流行につながったという。 わらび市に隣接する埼玉県と出市美女儀にも同様の伝承がある。人生を敷き、美女儀でわらび様と呼ばれて敬愛されていた上主が廃止すると、その妻が次女と共に春名子へ身を投げた。市に祭りして、妻は死後は竜人となって村に恵みの雨をもたらし、作物を害する氷を防ごうと誓ったという。その言葉通り、妻は竜人に、次女は、 カニとなった。ある年に、美女儀で厳しい日照りがあり、八幡神社で新宅を得たところ、春名湖の湖水をまくと良いと出た。以来、村では、お水もらいと称して、春名湖が始まったという。春名湖は、埼玉県で最も盛んであり、これは、わらび城主の妻が春名湖に祀られていることに由来するとされている。一方、尾沼神社の境内には、美濃和城の城主、 長野成政の妻、長野姫とその腰元の供養塔もある。遺伝では、受水した姫は、長野成政の四女で、家臣木部氏の妻であると言い,い、長野姫、または、木部姫と伝わる。英六年間に、武田信玄が長野氏の領内に侵攻すると、これを事前に察知した木部氏は、戦の前に、あらかじめ安に乗じて妻を城から出し、春名山の山中に隠れさせたという。 しかし、山に登った妻が城の方角を見ると、空が赤く染まっており、城が焼け落ちて、夫が戦死したと悟った妻は、春名子に受水したという。妻が、竜人になり、腰元がカニになるのは、共通している。受水した木部姫は、その母が春名子へ参経した際に解任した娘で、竜人の血を引いていたとする伝えもある。細部には、様々な遺伝があり。 落城したのが木部城とする者、美濃和城とする者、夫の木べ氏が木部城で戦死したとする者、美濃和城に詰めていて戦死していなかったとする者、落城の年を英六六年とする者、英六九年とする者などである。これら一連の伝承は細部で異なるものの、ルーツは同じものと考えられている。春菜湖の北方約1 0トルのあたり、春菜山の北陸には、 箱島湧水という湧き水があり、名水百選に選ばれるなど、名水として親しまれている。この箱島湧水は、春名湖の湖底とつながっているという伝承がある。木べし一族の子で仏門に入った僧のもとへ、その母、北の方が面会に来る。この仏僧は知らないが、実はすでに、木べしは敗戦によって追われる身となっており、母は、この面会の後春名湖に身を投げてしまう。 仏騒は母を弔うために、春名湖に位牌を沈めたところ、地下を通って、箱島湧水からその位牌が湧いてきたという。こうした伝承により、箱島湧水は、春名湖の伏流水であるという俗説が根強く、流布している。実際にはそうではなく、周辺の山へ降った雨水が、火山灰草を通って湧き出ているものである。江戸時代の初期から中期にかけて、 春菜湖の北から流出する沼尾川の水を引水し、春菜散歩黒区の開墾が行われた。開作には70年を要し、完成した溶水路は指導者、岡上慶能の中から、岡上溶水と呼ばれ、岡上慶能は春菜神社で、岡上大明神として祀られている。ただし、この溶水による神殿開発への寄与は限定的だったと見る向きもあり、実際の開拓は、 近代以降に行われたとも考えられている。江戸時代中期の法営年間には、高崎藩の藩主、松平明帝が、春名湖の東山六にある藩内の村へ水を、引くために沼尾川から水路を築こうとした。しかし、すでに作られていた、岡上用水は、旗本領で利用されており、この工事について、高崎藩、旗本、春名神社を巻き込んで争いになり、 幕府に最低が持ち込まれた。その結果、岡上用水の取水を妨げないように一定の条件をつけた上で、高崎藩側の利水が認められた。藩ではこれを受けて、工事に取り掛かったのだが、春名湖外林山東側の岩山を貫く、トンネル工事に失敗し、未完成のまま放置された。この時の遺構は現存し、当時の藩主の歓名から、右京の無駄彫り、右京のバカ彫り、 右京の鳴き彫りと呼ばれている。明治時代になると、今度は、春名湖の南山毒の開発のため、春名湖の水を引く計画が持ち上がった。これは、春名湖の南湖岩の外林山にトンネルを掘って、水を流そうというものだった。再び、岡上用水川との利害が衝突し、群馬県によって調停が行われた。その結果、江戸時代の幕府の最低と同条件で、 南側への飲水が認められた。この工事は3ヶ月の工事を経て1903年に完成し、翌年から利用されるようになった。しかしこの春名湖からの限られた取水だけでは思うような効果は得られず、1960年頃までさらに他の河川からの取水路を整備するなどして拡張された。一連の施設は国際灌え排水委員会の灌え施設遺産に 登録されている。新しく設けられた南湖畔の水門は普段は閉じられており、滑水期に限って1週間から2週間開かれる。この他に特別な干ばつの際には、お鏡用水側の承認を得て水門を開くことが認められている。この水門新設の結果、春名湖の湖水は季節によって2メートルほど変動するようになった。春名湖の南東は 湿地上の平地が広がっており、沼の原と呼ばれている。ここはかつて湖の一部だったものが、春名山の火山噴出物によって埋め立てられたもので、ある。明治時代に開発が試みられ、乳牛と馬の繁殖のための牧場が築かれた。その後太平洋戦争の最中旧急日本海軍が沼の原の開拓を試みた。終戦後は開拓者が入植したものの、 野菜の栽培には成功したが国類は得られず大半の開拓者が撤退した。残ったものは観光客向けの事業を営むようになった。1924年4月28日に当時、皇太子の昭和天皇の結婚を祝賀して一体の御領地が群馬県によって春名公園に指定された。これは群馬県内では最初の県立公園だった。 土地は1935年に群馬県に払い下げになり、県あり地となっている。当時の公園の指定範囲は395ヘクタール。指定地域には、春名湖、春名富士、家門が、竹、春名高原が含まれる。春名公園内には、群馬県によって、ビジターセンター、温泉施設、スポーツ施設などが整備された。 春名湖を訪れる観光客の総数は1950年代には年間50万人ほどだったが、1970年代には90万人を超え、1980年代には120万から140万人、1990年には150万人に達した。1916年には湖畔の施設はただ1軒だったと伝わるが、1990年には85カ所となった。 1946年には、群馬県立春名高原体育学校が設けられた。当初は、湖畔の旅館を借りて開設されたものだが、後に湖畔に専用の校舎が建設されている。これは、県内の青少年や教育関係者を対象に、自然の中での集団生活や、登山、カッターボートスケートなどの体育活動を通じて、教育を行うものである。 毎年100団体2万名が利用している。1958年には、春名高原から春名富士山頂を結ぶ、橋場目名山、ロープウェイも建設された。春名富士の山頂には、かつて巨岩を身体とする祠があり、この花咲くや姫を祭祀していたと伝えられている。しかし、明治末期に、春名神社へ合祀された後は帰り見られなくなっていた。ロープウェイ建設時には、 跡形もなくなっていたといい、1964年には、地元のバス会社によって、山頂にコンクリート作りの神社が建立された。1962年に、イカホ温泉と春名湖畔を結ぶ、イカホ春名有料道路が開通した。道路は1981年から無料となり、群馬県道33号渋川松井田線の一部となっている。 これに先立って、1929年には、伊カ保温泉から、春名湖を目指す伊カ保ケーブル鉄道が開業していた。しかし、終点の橋場未明山駅は、沼の原の東端の痩せ尾根峠にあり、そこから、春名湖観光の中心地である湖畔までは3キロメートルり離れていた。さらに、太平洋戦争の前後の18年間の運行休止を挟んで、 1961年にようやく再開にこぎつけたものの、翌年の有料道路の開通によって、業績不振に陥り、間もなく廃止となった。春名湖の北東湖畔では、1968年に温泉が発見された。しかし、民間企業による温泉許可に手間取り、1976年になって、春名町の財団法人によって、ようやく認可を得て、 春名湖温泉として開業した。1979年には町営となり、1980年に老人休養ホームゆうすげが開設された。これが後にレークサイドゆうすげとなり、公共温泉として日帰り客や宿泊客の拠点の一つとなった。2006年に春名町が高崎市へ編入合併すると温泉は民営化された。 2010年時点では2軒の温泉施設が営業している。周辺には企業の保養所や教育施設が点在している。1997年には群馬県観光開発公社によって湖の東方にオートキャンプ場が整備された。これは春名公園内での無秩序なキャンプによって自然環境が損なわれることを防ぐ目的で設置されたものである。 春名湖を中心として、春名高原、春名富士や外輪山の家門が、竹、烏星が、竹、天目山などは、一年を通じて、レジャーやスポーツ、観光で、行楽客が訪れる。春は、平地よりも遅れて、山筒子や、連月辻、桜の開花期を迎える。花期は、春名湖でのボート遊びや、観光遊覧船、周辺のハイキングや、登山などで賑わう。 5月に開催される春菜山ヒルクライムイン高崎という自転車競技では7000人をコスエントリーがある。8月の春菜の祭りでは小沼神社の灯籠流しや古城での花火大会が行われ約2万人の見物客を集める。夏の終わりから秋にかけては春名地域を代表する農産物の一つである梨の収穫期に入り春名湖畔で 春菜の梨祭りが行われる。梨の配布や販売のほか、1分間の時間制限で梨の皮をどれだけ長く剥けるかを競う皮剥き大会などが行われている。9月に行われる春菜湖マラソンは日本陸上競技連盟の公認コースとしては日本で最も標高が高い場所で行われるもので、一周約7 8トルの湖畔の周回コースを募集して競われる。 秋の紅葉シーズンや冬のウィンタースポーツも春菜湖の特徴になっている。春名湖周辺は標高が高いために周囲の地域よりも早く紅葉シーズンが訪れ、10月の半ばから1ヶ月間ほどが見頃を迎える。冬は12月に春名湖イルミネーションフェスタとして55万球の照明によるイルミネーションイベントが催され、期間中13万人が訪れる。 1>, 1月から2月にかけては、春名湖が全面的に凍りつき、氷上でのゴーカート遊びやスケート、若サギの穴釣りが目玉になっている。ただし近年は、湖氷の発達が不十分な年があり、2007年や2009年には、氷上は立ち入り禁止になった。春名湖では、行楽客向けの釣りが行われている。マス、コイ、船は通年。 ワカサギは秋から春にかけてが遊漁シーズンである。漁業者によるワカサギ漁も行われており、春名湖漁業協同組合が規則を設けて、これらを管理している。春名湖はバス釣りの名所としても知られている。4月から7月上旬と9月から11月がバス釣りの公鉄期とされ、湖畔やボートでの釣りが行われる。 平均30センチから大きいもので50センチのバスの超過があるという。湖畔には北東岸に公営宿泊施設があるほか、南西岸には宿泊施設や土産物店、飲食店が並び、貸しボートや遊覧船の発着する港もある。湖畔の宿記念公園も付近にあり、背後には国有地を定期借地する別荘地がある。南東の湖畔から、 沼野原の平原地帯にかけても、山荘や旅館、テニスコートなどが点在し、春名富士へのロープウェイの発着駅がある。春名富士の山麓にあたる東岸には、県立春名公園の管理棟や、ビジターセンター、キャンパー向けのバンガロー村がある。観光客向けに、とて馬車も運行されている。沼野原では、8月の夕刻に開花する夕杉が、見頃を迎える。 薄黄色の夕菅は、春名山のシンボルとされており、沼の原に設けられた、遊歩道は、夕菅の道と命名されている。ここでは、初秋の松虫草も見どころの一つである。腰元ガニの伝承でも語られるように、春名湖の湖水は透明で美しいとされてきた。これらの伝承では、腰元ガニのおかげで、落ち葉や大雨の濁流が流入しても水がきれいである、としている。 後と吉明の伊カホ気候では水気よくしてさざ波ミたち箱根の湖水のごとしと伝えている。現代では湖水の正常さは春名湖周辺の地形的特性によるところが大きく、休憩者の外輪山や火山地質を経て湧く水源が水質を決定づけていると考えられている。明治時代にも春名湖は湖水の正常さで名高かったと伝えられている。透明度は 1906年に9.5メートル、1916年には6メートルと記録され、湖水は藍色にして成長を投票されていた。当時の春名湖の岸には一軒宿の湖畔邸があるだけだったという。しかし1924年の県立自然公園の指定により開発が進み、観光客が爆発的に増加した。 それでも1930年には透明度5メートルを保っていたが、高度成長期を迎えた1950年代になると、多い時には1日3万人の観光客で溢れ、駐車場もバスで埋まるようになり、1955年には透明度は3メートルまで低下した。観光客の増加と、ボートやモーターボートの導入が湖の不栄養化をもたらし、 透明度の低下が進行したものと分析されている。不栄養化の要因は、湖畔の旅館や土産物店、飲食店の排水が湖に流入していることにあると考えられており、1981年に春名湖水質管理センターが開設され、下水道の整備などが行われた。同施設では開設後も処理能力の拡充が行われている。若狭漁などを営む漁協でも、 湖水の浄化やプランクトン育成を目的に炭素繊維の設置を行っている。こうした取り組みが走行して水質が改善し、姿を消していたゲンジボタルが住むようになり、例年7月の後半には、春名湖の南湖畔のガソリンスタンド付近で多くのホタルが見られるようになった。環境省による水質検査では、COD の環境基準で、A、 水生生物の生息状況の適応性について、生物 A に類型されている。ただし透明度は1955年頃と大きく変わっていない。透明度は季節変動があり、5月には4.2メートルだが、9月には1.9メートルとなる。こうした季節的変動は、冬季の氷結と春の開氷による湖水の循環と関連があり、夏季から秋にかけては湖水が、 低滞期となるものと推測されている。地元では、毎年早春、本格的な行楽シーズンの前にボランティアを募り、春名湖の固定の清掃を行っている。水質改善のための新たな取り組みとして、固定に鉄分を供給して、水草の成長を促し、固定を緑化する試みも行われている。春名さ山は、平地よりも標高が高いため、桜や筒子の買いかきが平地よりも遅い。 ただし、赤木山など、群馬県内の他の山と比較すると高標高というわけではなく、降雪量も少ないため、これらの鉱山との比較では、植生の幅は広くない。南東側の沼の原や、観光施設が並ぶ南岸を除き、湖は概ね急斜面に囲まれていて、これらの斜面は、板屋海で、沢ぐるみ、春にれといった、落葉紅葉樹が中心である。 このほか宮都笹や水ならの分布が特徴的ではあるが、全体としては原生林ではなく、人の影響を受けた大小植生である。また、湖畔の多くは、人の開発によって自然度は低下している。かつて湖だった南東の沼の原は、湿原から草原、さらに森林へと背にしている。ここには、夕菅や松虫草の群落があり、 特に夏の夕刻に黄色い花を咲かせる夕菅は、春名山や春名湖のシンボルになっている。このほか、沼の原では気郷、おみなえし、鈴細湖、降林下といった絶滅危惧種が見られる。近代から昭和にかけて開墾が試みられたり、スキー場として利用されたりしたことで、ススキの群落から森林への二次的な完成繊維が進んでいる。草原に分布するの林は、 群馬県内としては、最大規模のものであり、柏と水ならの交雑種である、細葉柏といった、奇重種も見られる。草原を縦断する群馬県道33号渋川、松井田線の周辺では、外来植物の侵入が懸念されている。とりわけ、2000年以降、大半ン層が、道路脇に群落を作るようになっており、危険視されている。 春名山で発見された植物としては、春名雪笹、上州花もめずる、三山船原草がある。春名山も参照。春名湖の湖,の湖中で夏季に見られる主要な沈水植物としては、大オオナダも、エビも、主な植物プランクトンとして、ハリケイウ、フラギラリア、シネドラ、アステリオネラが挙げられる。沼の原にある水ならやかえで、 その雑種である細葉菓シワからなる根性林は緑しじみ類の多さで知られる格好の住みだった。しかし近年は急速に緑しじみが減ってきており、これが他の昆虫類や動物の生態系へどのように影響を及ぼすかが懸念されている。沼の原の草原や森には様々な植物や環境があり、それに合わせた様々な昆虫類が生息している。草原では特に カメムシメ、カブトムシメや鳥類が豊富である。このほかハチメ、バッタメなどの住処になっている。春名湖の湖岸では近年復活したゲンジボタルを、はじめ、カワゲラ類、トビケラ類、カゲロウ類などの妖精が水中に見られる。ただし止水性のトンボ類は少ない。環境省の自然環境保全基礎調査によれば、春名湖では1987年に22種。 1993年には11種の魚類の生息が確認されている。1995年の11種は日本全国の主要湖生の中では37位。名物として知られるワカサギをはじめ、ニジマス、ヒメマス、ゲンゴロオーブナヤコイ類は計画的な放流事業によって生息するようになった。オオクチバスとブルーキルは無断で持ち込まれた外来種である。 春名湖本来の在来種は土壌とうなぎ程度しかいない。第4回基礎調査によると、この他カキに見られる主要な定性生物として、巻貝の丸太にし、チリメンカワニナ、タテヒダカワニナ、カワニナを挙げている。タテヒダカワニナは1940年頃に、琵琶湖から輸入されたものである。湖岸では他に、ナミウズムシなどのウズムシ類や、ニマイ貝、巻貝などが見られる。 この他湖中の主要な動物性プランクトンとして、コシブトカメ、コウアムシ、イケツノオビムシ、ゾウミジンコ、ヤマトヒゲナガケンミジンコが挙げられている。春名湖のワカサギ漁は2011年の東日本大震災に伴う原発事故の影響を受けた。春名湖のワカサギから検出された放射性セシウム濃度が基準値を上回ったため、漁業者にはワカサギの出荷の自粛要請が出され、 観光客もワカサギを釣っても持ち帰ることが禁止されたのである。この結果、ワカサギ漁は事実上の休業となり、釣り客は激減した。2015年になって、放射性セシウムの濃度が基準値を安定的に下回るようになり、ワカサギ漁が解禁となった。この間、湖水中の動物プランクトンが著しく減少し、軽藻類の増加と水中の酸素量が大幅な。 低下が見られた。数年の間量が行われなかったために、コナカのワカサギが増え、ワカサギが捕食する動物プランクトンが減少し、ワカサギの呼吸によって酸素濃度が低下したと推測されている。春名湖周辺の両生類では山カガエルやアズマヒキガエルが代表的である。爬虫類ではハッシュが確認されており、シマヘビ、ヤマカガシ、アオダイショウ、 ジムグリなどがいる。春名湖で見られる水鳥としては、夏場のアオサギ、小アジサシ、ゴイサギ、冬場のマガモやカルガモなどがいる。この他湖岸や周辺の山で見られるものとして、トビ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、スズメ、オナガ、ヒヨドリ、ヒガラ、コガラ、アカゲラ、ウグイス、サンショウクイ、オオルリ、コルリ、キビタキ、サンコウチョウ、カッコウ、ホトトギス。 仙台虫食いなどがいる。春名湖周辺の森には、次のような哺乳類が生息している。ヒメネズミ、赤ネズミ、ノウサギ、キツネ、タヌキ、イタチ、テン、ニホンリス、モモンガ、ムササビ、キクガシラコウモリ、ウサギコウモリ。近年は、月のワグマやイノシシの目撃例が増えてきている。古代の万葉集や古今和歌集の中で、イカホノルマとして読まれた、 春名湖は、その後も、和歌の題材になってきた。歴史的古小説で述べたように、奈良時代の東歌では、春名湖が、具体的に描かれていたのに対し、平安時代になると、春名湖が読まれること自体は増えたものの、実景として読まれるのではなく、イカという音を習字に用いるための歌枕として、採用されるに過ぎなくなっていた。平安末期に読まれた次の作品でも、イカホの沼は、 具体的なイメージを持った湖としてではなく、遥か遠い東国を読むのに、定型的に用いることして使用されているに過ぎない。あずまじのイカホノ沼の柿翼袖の妻より色ことに、三ゆ、源の県中、堀川百種鎌倉時代に入るとこうした状況は一変した。鎌倉幕府の樹立により、東国の武士が政治の表舞台へ登場したことで、 春名湖は再び和歌に描かれるようになった。憲法3年には代理で開催された名所百首で夏の題材として春名湖が選定された。以下はその時に読まれたものである。この他、新鮮和歌六条では沼というお題に対して5人の読み手のうち2名が以下ほの沼を読んだ。残る3首はいずれも特定の沼に研究しない歌だった。 そこ深きイカホの沼のイカほどに、恋しきことを思うとか知る、キヌガサイエナが、新鮮和歌六条我が身今なほも頭に噛みつけの、イカホの沼のイカが悲しき、藤原真実、新鮮和歌六条近世から近代には、イカホ温泉を訪れた多くの文人が、春名湖へ足を伸ばし、気港文や歌集に、春名湖を読んだ。中でも、与サ野ア子は、イカホ温泉に造形が深く、 温泉街の中心をなす、石段に、与謝野秋子の、イカホの街の一部が刻まれている。与謝野秋子の守護観光された、白王州の、イカホ郵送には、イカホ温泉を読んだ短歌が掲載されており、それらの中に次のような歌がある。この歌でも、イカを用いる、古典的な習字が行われている。秋の日の空の曇り手、恐れしき気に包まれし、山の湖、与謝野秋子。 白欧州、イカ保有奏小屋手など一振り小舟木の新月ならば、いかにしてまし、よさの秋子、白欧州、イカ保有奏、木下直江も、明治末期に、イカ保温泉に一年滞在し、残下、帰活、霊下肉化を駆け上げた。当時読んだ歌が後に発表されている。蛍飛ぶ、夕闇の沼船受けてほのほぶきたる昔忍びつ、木下直江。 三居一年春名湖の古畔の公園には、ホトトギス三大区碑が混流されており、高浜巨子とその長男、孫による俳句が刻まれている。胸、高村出身の詩人、山村墓長は次のような作品を残している。自分は、山頂の湖が好きだ自分はそのみなぞこの青空が、好きだその青空には、 白銀の月が出ている昼日中その月をめぐつて魚が二十三尾泳いで、イルチャ、ウド自分たちのようだお人間の寂しさは深い山村墓長、山上に手画家として知られる竹久夢二は1930年に伊香保温泉に一ヶ月ほど投入している。夢二ははじめ春菜子の湖畔にアトリエを設けた。その頃の夢二が描いた代表作春菜山筆では、 早春の春名さ山を背景に、春の女神竿姫が描かれている。そして右上の画んには次のような歌が読まれている。久方の光たたいてによなり、春名の湖に、春たちに、蹴り、竹久夢寺、春名山冬夢には、アトリエでは飽き足らず、生活と美術が完全に直結し、商業主義と粗悪品に満ち溢れた属性とは、隔絶された空間を実現するため、 春名古藩に土地を確保して、美術学校の建設に取り掛かった。この企画には、各方面から賛同者、支援者が集まった。文学界からは、島崎藤村、美術界からは、藤島武次森口たり声楽界からは、阿波谷の子実業界からは、五代桜井異兵、篠原秀吉などである。しかし、その頃の夢には、およう。 山田純子をめぐる集分によって急速に人気を失いつつあり、建設資金の確保に手間取り計画は思うように進まなかった。夢二は翌1931年に阿波やの子の出演を目玉に据えて資金集めのための舞踊と音楽の会を群馬県の主要都市で開催した。これによってかなりの資金が集まったが、夢二はそのまま二年余りにわたって欧米への旅行に、 出かけてしまい、その道中で資金を使い切ってしまった。夢次は帰国後間もなく病死してしまい、美術学校は実現しないまま終わった。1989年に整備された、湖畔の宿記念公園には復元されたアトリエが設けられている。また、イカホ温泉には、竹久夢二イカホ記念館が開設された。山頂へ着いた。自動車で、また高原の中を行く。 私のステッキを持つた青年とは別々の車になった。しかし、やがて湖が鮮明な色で草の中から現れた。車から降りると私一人び帰りの港別れて森を通り、ただ一軒よりない宿屋へ行った。農家とどこも変乱ぬ宿屋だが、湖の岸まで芝生が一丁もなだらかにたつている。縁側に雑手子を見るとすでに山頂にいるために、 春な富士といっても対岸の小山に過ぎない。湖は人家を狂犬湖岸に散在させた周囲一里の窓化型である。動くものはと見ると、ただ雲の段階が徐々に湖面の上を移行しているだけである。音はと耳を立てると朝から窓に持たれて縫い物を押している宿の女中のほっとかすかに漏らした吐息だけだ。もうはや私は死に接したようなものだ。横光一。 春な湖の向こうに見える小石は氷屋でございますよ。湖の番人がいるのです。と、女は、私の質問に答えていった。私は湖面に一つ浮かんでいる白い箱を指差して、また尋ねた。あれは灯籠流しの残り物です。もう一週間早くいらつしあればご覧になれましたのにと、いう。灯籠流しの夜には湖面へ五百ばかりの灯籠を、浮かべる。それが、 風の間に間に湖いっぱいに氷皮流れて沈んでいく。横光り市、春な私は湖の岸を巡るつている道を左の方へ歩いていつた。この道は道とはいえ長らく人が通らぬために幅一軒半もあるにもかかわらず荒れ果ててぼうぼうとした草原に見えていたのである。進むにした、かつてすぐ真下に挟まつている湖が身を没する。 イチゴの柿やカヤや、ブドウのツルのために全く見えない。山面を遠くから雲のように白くたなびきを降りて、大多、毒活の花の大群生が、湖面にまでなだれ込んでいる裾を、紅白の野菊や萩、肉色のイタドリの花、お見ないしと、それに根じた、泡紫の一群の花の、ウルヒ、アザミ、リュウセン、ト鳥カブと、ミヤマオダマキ、シキンから待つ。 道はだんだん竹なす花のトンネルに変つってきたる。花の底で波がかすかにゴボリゴボリと音を立てる。いちごのとげに片袖が触れるたびに弾けきった実がボロボロとこぼれ落ちる。絶えずうなりながら花から花へとはせけめぐつている蜂の群が都会の中央でスレイフ自動車の爆音のように喧騒を極めて来たれてむせ返ってきたる花の強烈な 匂いにふらふらめまいを感じ出す。進む花の前で、空中に浮き植えつたままぴたりと停止している影朗。花をしくつて足元から飛び立つ鳥の群。ぴしりとすねを叩く、おばこの硬い紐の花。無数の小鉢を舞い込めて重ねふばなの匂いの隙間から、突如として、ひらめくように、線を保してきたる、バ鉢の鋭い風。ふつた電柱の頂きまで、斜皮をつている。 鶴草の白い花。横光つリーチ、春菜子のほか春菜子を舞台とする作品として、次のようなものがある。1989年になって、春菜子藩では、太平洋戦争前後の歌謡曲が一躍脚光を浴びるようになった。これは1940年に、高峰美恵子が歌ってヒットした、湖藩の宿という歌謡曲である。山の寂しい湖に書いて、 また消す古藩の頼り、作詞、佐藤総之助、古藩の宿このように、歌詞はどこかの山中の古藩に泊まった女性が、一人、寂しく頼りを綴るという内容だった。1989年の夕刊富士によると、物悲しい、この歌謡曲は、戦時中の時世に適さないとして、発売中止にもなったが、前線の兵士にも人気だったという。歌詞の中では、曲の舞台が、 具体的にどこの湖であるかは言及されていない。一般には、諏訪湖、浜名湖、山中湖などが舞台だと解釈されていたし、歌い手の高峰美恵子自身は、足の湖をイメージしていた。流行から半世紀余りも経った1988年になって、春名山に、縁の深い詩人、萩原作太郎の議定で、湖畔の宿の作詞者である佐藤宗之助が、 曲の発表当時の1942年に書いた手紙が発見された。手紙は春名湖藩の旅館の中屋てのもので、湖藩の宿は春名湖のことと明記されていた。この発見により、地元の自治体や商工会はこれを観光の呼び物にしようと自動でメロディが流れる下避、ハンドルを弾くと曲が流れるフェンス、野外ステージなどを備えた。 古藩の宿記念公園を整備した。園内には、群馬県出身の彫刻家、和けべ順次による乙女の像が設置されているほか、竹久夢二のアトリエも復元されて設置されている。このほか、春名湖を題材にした楽曲として、次のようなものがある。1960年代に整備された群馬県道33号、渋川松井田線は、 春名山の標高600の700メートル付近にある伊香保温泉から山頂付近の痩せ尾根峠まで30カ所のヘアピンカーブが連続して蛇のように曲がりくねっている。そして峠から先は春名湖が火山噴出物によって埋め立てられてできた沼の原の平地に入り、長さ約2キロメートル、高低差約100メートルの直線道路になっている。 標高1000メートル級の山頂にこうしたストレートがあるのは世界でも非常に珍しく極めてスピードが出やすい道路である。1995年から2013年にかけて週刊ヤングマガジン誌に連載された頭文字 D ではこの道路が主要な舞台の一つになっている。主人公は家業の豆腐店の配達を手伝ってこの道路を走るうちに運転技術に磨きがかかり、 やがて行動レースに熱中するようになる。頭文字 D は原作の漫画から t v アニメ化、劇場用、アニメ、ゲーム、実写版の劇場作品に発展し、世界的な人気作品となった。高下山山として知られる赤木山、妙義山、春名さんのうち赤木山と妙義山は頭文字 D の作中でも実名で登場するが、春菜山だけは、 秋名山という花なで描かれ、春名子も秋名子として登場する。映像化作品でも実際に現地で撮影が行われるなどしており、日本全国からファンが聖地巡礼に訪れる。現地では作中の自動車や施設を再現し、関連グッズを集めた展示販売なども行われ、愛好者を集めたイベントも開催されている。なお、現地の直線道路には、 速度超過の抑制を目的として2008年に群馬県によってメロディーロードが施行された。これは春名湖メロディラインと呼ばれ適切な速度で実装すると静かな湖畔のメロディが流れる仕組みになっている。選曲は春名湖のイメージをもとに行われたという。これは居眠り運転防止の機能もあるとされ観光客誘致の効果も期待されていた。 2014年5月に春名湖メロディラインを舞台とするダイハツ工業の軽自動車タントカスタムのテレビコマーシャルが放映された。これは自動車の静粛性をアピールする狙いの CM で路面から流れる静かな湖畔に合わせて走行中の車内で出演者が臨床するという演出のものだった。春名湖のほぼ全周に自動車用の道路が通じている。 このうちこの南岸を群馬県道が通っており、伊香保温泉、高崎市中心部方面、国道406号、あずま川中流方面と結んでいる。湖畔を走る県道のうち、西側半分は群馬県道28号高崎東屋賀島線、東半分は県道33号である。1980年代から1990年代は、 毎年の年間観光客数は120万人から140万人で推移している。一般的には火山の火口に生じた窪地地形のうち直径1キロメートルから2キロメートル程度までを火口、直径2キロメートルを超えるものをカルデラと称する。噴火の際の稼働に連なる火口は1キロメートル程度までとされ2キロメートルを超える。 往生地は普通は単純な爆発だけでは生じないと考えられており、区別されている。カルデラの内側には加工球や平地が生じることがあり、この平地部をヒグチュゲンと呼ぶ。加工原湖はヒグチュゲンに生じた湖のことで、広い意味ではカルデラ湖でもある。加工そのものに水が溜まってできたものは加工湖と呼び、これも講義ではカルデラ湖の一種である。 1987年観光の日本歴史地名体系10群馬県の地名及び群馬県百科事典、群馬新百科事典では南北 1.5km、東西 0.8km、角川日本地名大辞典10群馬県では長径 1.9km、短径 1.2km。国土地理院の電子国土ウェブで計測すると北端と南端の直線距離は 1> 約1 6トル東端と西端の距離は約1 2トルここでは最も新しい情報源、なるほど、春長区の数値を採用した。1987年観光の日本歴史地名体系10群馬県の地名では、面積1.26平方キロ、2009年観光の、なるほど、春長区では、面積122万平方メートル。 このほ一1.19平方キロメートル、1.2平方キロメートルなど。ここでは2014年の国土地理院発表の数値を採用した。透明度に関する記述は1979年刊行の群馬県百科事典に記されており、1988年刊行の角川日本地名大辞典十群馬県や2008年刊行の群馬新百科事典はこれを踏襲している。 カルデラが同心円状に形成され、寄生火山、川火山も均等、対照的に分布していることなどから、これ以前に形成されたカルデラも春名富士を加口としていたと考えられている。古墳時代の6世紀頃に日竹を形成した噴火が春名山としては最新の噴火であり、その後、現在に至るまで噴火は確認されていない。伊香保温泉はこの噴火でできたものである。 このママ母は後に、姉妹たちの兄弟によって捕らえられ、ママ母の故郷である、長野県の上捨山に捨てられて死んだとされている。その他、関連項目、淵瞑想、万葉集に登場する、イカホノ沼は、春名山の山中にある故障を指すと考えられている。ただし、必ずしも、春名ことは限らず、山中のどこか別の商託地である可能性もある。万葉集の原文は、 万葉仮名で書かれている。本家の原文は、神時、つとむいかほのやつあさみうめぐみこねよかきゅうこひむひとしよる、種物毒、米株であり、うめぐみこなよと解釈するのが一般的。万葉集の植物たちによれば、万葉集で、なぎが読み込まれている作品は一種のみで、この歌ではない。一方、こなぎは三種で歌われている。なぎは、 食用は可能だがまずく、唯一読まれている歌でも、なよりも、伸びるを食べたいとなっている。一方の小なは栽培して食用にしたり、染料として用いられていた。ただし、平安時代になってこの歌をモチーフにして読まれた作品、噛みつけのイカホの沼に上品が書く濃いヒントや種も、末期券のように、上品木と解釈するものもある。なお、この和歌の大意は、 遊びのつもりで、種を植えた相手が恋しくなってしまった。あるいは、遊びのつもりだったのに子ができてしまった、とされている。ここでは出典に即して、子泣きと表記した。山上に沼あり、古より以下、ほの沼とて昔は、名所にて、みたらしの沙汰なし、近年仏法広まり、総棒しいろいろ、ひなして、春な権ンのみたらしなりとて、旅人をするることはなはなし。 江戸時代の春名神社は、関名寺の三家にあり、春名寺と称していた。春名神社となるのは、明治維新に伴う、神仏分離のこと。美女儀の伝承によれば、わらび様こと上主の渋川義元は、合戦に敗れて逃れる途中、行く手を、地の川に遮られ、一面が地の海であると考えて、切腹したのだという。しかしこれは、義元の誤人で、 川のように見えたのは蕎麦畑で赤く見えたのは蕎麦の茎であった。このため美女儀では蕎麦の栽培は避けられるようになったという。旧女とも春名湖に受水した伝説のある木部姫とその夫である木部半虎トラの愛の子で着難の木部高成という人物がおり、この仏像はその木部高成の子とする説もある。受水伝説にある北の方は 渋川義元の妻ということになっている。箱島湯水の北の方は、キ部半虎の妻、あるいは、キ部半虎の着難の妻。様々な伝承は、細部で異なるものの、ルーツは一緒であろうと考えられている。新しい取水口は、岡上用水よりも一尺七寸高い位置に設けることになった。すなわち、 湖水が十分にある時だけ取水が可能で、水位が低い場合には、おかがみ用水しか取水できない。おかがみ用水よりも一尺七寸高い位置に、水門を設ける当時はまだ国立公園法がなく、大城館二つと都市計画法に基づく自然公園だった。その後、1五十六年に国立公園法、翌1五十七年に自然公園法が制定され、 全国の都道府県でも都道府県ごとの自然公園条例が整備されたのだが群馬県ではすでに自然公園の性格を持つ県立公園があるとして自然公園条例を制定しなかった群馬県ではその代わりに県立公園条例を昭和33年に制定されており今でもそれを根拠としている自然公園条例を持たない都道府県は 群馬県と大阪府のみとなっている。2008年、群馬県新百科事典では、約520ヘクタール。2009年、なるほど、春長区では403ヘクタール。板橋区立春名湖半層、板橋区立春名林間学園、日本最大級とされるマウント、富士ヒルクライムは8000人規模であり、高崎市長は迫る勢いとしている。群馬県の梨の生産量のうち、 約50%は春名地区で生産されている。トテ馬車は明治時代から日本でも運行されるようになった旅客を乗せた乗り合い馬車の俗称である。馬車は操る魚車が吹き鳴らすラッパの音から、トテ馬車との呼び名がついたもの。ブラックバスの増殖などに起因するとみられるプランクトン不足と水草不足を解消するための試みで、1999年から、 固定への炭素繊維の植え込みが行われた。設置後間もなく、炭素繊維を核として、微生物のコロニーが形成されるようになり、藻場が形成されていった。2ヶ月後にはここに船などが散乱するようになり、様々な魚群の増加が確認された。水浴びや酒かや鮎の水産にかない、沈殿のかや高度の浄水操作を経て、浄水道の利用可能。岩菜や酒、 マスの生息に適するハット仕様 D 平均値 2.6mgL。基準値は100ベクレル。2014年から100ベクレルを下回るようになっていたが安定的ではないとして解除が見送られた。2015年の調査では20から62ベクレルにとどまり解除となった。この施設は結局実現しなかったので正式な名称はない。一般には産業美術研究所。 春菜美術研究所、春菜山産業美術研究所などと通称されている。夢二自身による夢二外遊記では、春菜山美術学校と表現されている。このくわ立ては様々に表されている。夢二が言うには、日本国内に広がる商業家は、俗悪なものを大量生産し、日本各地に古来からあった伝統的な美術、工芸を破壊しつつあった。 夢二は春名の古飯で群馬に伝わる工芸に磨きをかけようとしたのだという。一方で公共から不況に傾いて国内のムードが変わったことや愛人騒動のスキャンダルなどによって芸術界の長寿から転落した夢二が喧騒を離れて隠居の地を求めていたと見る向きもある。萩原作太郎は群馬県前橋市の出身。作太郎の父親は イカホ温泉で勤務していたことがあり、サ太郎は幼い頃から毎年イカホ温泉に滞在していた。サ太郎ロは1942年に没してるが、これは毎年恒例のイカホ温泉での当時の時に風邪をひき、それが原因で病没したものである。ありがとうございます。